はい、どうぞ、じゃあ、おもしりみょうちです。ブラックです。全国紙製衣服とボレスニュースアプリバイトこうと思うんですが、今回はですね、今ログインするとみんなもらえるね、ナポリの優勝記念のガチャですね。まあ、5名入ってるんですけれども、まあ、そちら1回ね、みんな無料で引けると思うんですが、今回はそちらのですね、当たりランキング、5名のですね、まあ、タレントポイントの振り分け、まあ、1つね、参考程度にしてほしいんですけど、まあ、レベルマックス中のタレントポイント振り分けも今回合わせて、紹介していければなというふうに思います。なんか、イベントこなせばね、あとプラスで2回。だから3回引けるんですよ。いいっすね。結構入ってる選手も、まあ、普通に優秀な選手多いんで、まあ多いですね、まあ、これ無料で引けるっていうのはね、本当初心者の人とか始めたての人っていうのはめちゃめちゃいいと思うんで、はい、しかも今今週というかライブアップデーが A できてるんで、みんな、うん、この選手たちはね、だからガチスカでもすぐ使っていけるんですけど、まず第5位の選手はこちら、アレックス・メレットということで、まあ、キーパーですね、190センチ、守備的 GK ということで、まあ、能力はね、まあ、キーパーはね、正直ね、まあ、GK センスが大事とか、まあ、いろいろ多分人によっては、まあ、キャッチングが大事とかいろいろあると思うんですけど、なんかおもちゃ TV はまあアプリの場合は、まあ、まんべんなくでいいのかなって感じはしてます。なんかね、GK センス俺ね、露骨で90ぐらいまで上げて、他の数値を若干低めにしたね、確かクルトを一回作ったんですけど、うん、なんかね、あんまりしっくりこなかったんだよね。だからといって感あるんだよね。まあ、これ据え置きとか知らんけど、アプリの場合はなんか俺はまんべんなくの方がいいのかなと思うんで、まあ、今回は全部捨て振りは8振りにしてますね。あの守備的 GK で低弾道パント持ってるっていうのがまずめちゃめちゃいいんですよ。っていうのもなんでかっていうと、クルトワとかってやっぱり低弾道パント持ってないから、もうね、結構クルトワでいいやみたいな感じで C 環境でもクルトワとか使っちゃう人いると思うんですけど、あとはカスパシマユケとか、まあ、GK もやっぱものすごい多いんで、まあ、あくまでもこの順位なのかなって感じはしますね。うん、はい、続いて第4位はこちら、ビクター・オシメーンということで、第4位ですね、186センチラインブレーカー。まあ今シーズンものすごい、活躍でしたね。まあっていうのもやっぱりその証拠として、ライブアップデートもほとんどというか結構 A がやっぱりものすごい多かったかなと。まあ得点もかなり決めてましたけど、まあオシメンに関してはその影響もあって週間 FP でも結構来たし、あとは普通にショータイムでもですね、フェノメナルフィニッシュのねオシメンが来たりとか、あれ強いよね。そうで、あとね、まあクラブセレクションで来たりでね、このオシメンがただね、フェノミナルフィニッシュのオシメンが一番強いんですよ。やっぱりどう考えても。ただね、CS のオシメンと比べた時に、なんかめっちゃ負けてるかっていうと、なんか別になんか勝ってるところもあるみたいな感じだったから、うん、なんかめちゃめちゃ弱いわけじゃないんですよね、このオシメンが。だからフェノミナルフィニッシュのオシメン持ってない人からすれば結構当たりなのかなって感じはしますね。で、まあ能力はですね、決定力に今6振ったということで、ここ85枚乗せてもよかったんですけど、まあ83、あれば、まあ、センターフォワードギリかなっていう、まあ、っていうのもやっぱオシメンはエアバトルですね、ここに結構6振って、ヘッダーと、エアバトル、これがね、実は結構フォワードでね、ヘッダーを持ってるんだけどエアバトル持ってないっていう選手は多いんですよね。やっぱりサイドからのヘディングシュートっていうのは、俺はね、ぶっちゃけ現役の中っていうよりかは e フットボールの選手の中だとオシメンが一番決めてくれるなっていうぐらい感覚は良かったんで、やっぱりクロスゲーっていうところの意味ではオシメンは本当に e フットの中でも最上位のヘディングの強さなのかな。蹴ってるからちょっと削って、これフィジカルにね結構振ってるかなっていう。でクイックネスは7ですね。まあオベン先生は85以上欲しいかなと。でこの脚力の部分最低限さん、まあスピード88あれば十分かなって。で、キック力はやっぱり最低75は欲しいんで、まあ、75に乗せてるんで、パスは全く売らなかったですね。まあ、パスはもうね、パス系がないんで、まあ、この辺いらないだろうっていうね。実際にオンラインとかで、やっぱりいて厄介だなって思う選手はこういう選手なんで、ヘディングが強めて、一発持ってる選手なんで、こちら側からするとめちゃくちゃ厄介だなって感じる選手の一人かなっていうふうにも思いますね。はい、そして第3位はこちら、クバラツエリアということで、インサイドレシーバーですね、逆足の精度が最高最高ということでね、まあ、この選手は能力は本当に申し分ないですよね、めちゃめちゃ強いという。で、このクバラツエリアに関しても、確かね、1体ね、CSA29 のクバラツエリアがいるんで、まあ、それが一番強いんですけど、うん、それを除けばまあ、次ぐらいに強いんじゃないかなってぐらい結構まあ整ってる能力はしてたから、まあ、他にあんま来てないもんね。そういや、ただね、週間とか結構来てるんですよ、意外と指名契約とか。ただなんでクバラツエリアがね、まあ、第3位かって言って、やっぱりこのインサイドレシーバーで左ウィングと右ウィング限定しかできないっていう、
これが厳しいですね。結構使い手を選ぶね。そう、やっぱりスリートップ使う方でもやっぱインサイドレシーバーっていうのは今のイフト関係だとものすごい結構毛嫌いされてる、やっぱプレイスタイルっていうのもやっぱりものすごいやっぱ中に入ってきちゃうんで、やっぱサイドに果ててほしいっていうのがやっぱあると思うんで、そこの部分もあるし、あとはやっぱりフォーメーションが限られてくる、すごい限定的になっちゃうっていうのが、まあ、唯一残念なところかなと。能力は本当にものすごいいいと思います。やっぱりボールコントロールからボールキープまで高いし、足も速いし、でボディバラもあってっていうね、まあ、結構このクイックエンスに9振ってるんですけど、やっぱ瞬発とボディバラ90のスタイナっていうところと、あとはやっぱりこのボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、まあ、ここに8振ってますね。特殊ダブルタッチ、ダブルタッチ、エラシコ足裏コントローラーがあるんで特殊できるんで、やっぱり逆足の精度最高最高なんで、本当にドリブルがマジでしやすいですね。フィニッシュスの次ぐらいに操作性は良かったなって感じる選手だったかなというふうに思いますね。続いて第2位はこちら、ロボツカということで、ロボツカに一度だけ登場してるね。で、そのロボツカと比べると、以前来たロボツカはレベル35なんで、まあ、今回30ということ で、初期値が全く変わらないんで、まあ、ちょっと介護感になっちゃうかなっていった感じはします。ただ、2回しか登場しないっていうのがあって、かなり、レア度は高いんで、まあ、今回、それも含めて第2位にしたっていう、まあ、理由の一つかなと。で、能力もですね、やっぱりロボツカ結構強くて、プレイメーカーで170センチなんですけど、これだけ足元の技術があって、パスがあって、で動きが軽くて、で守備能力もしっかり高いっていう選手はやっぱりなかなかいないんで、まあ、そういった意味でも、まあ、かなり評価するところなのかなと。でダブルタッチ持ってね、ワンパ持ってスルーパー、これにね、ほんとワンタッチシュートまであればマジで完璧だったなって感じはしますけど、まあ、今の環境でも結構ロボ使う使ってる人見るし、で相手にでもね、やっぱりね、なかなかボール取れないというか、結構キビキビ動いてくるんで、まあ、そういった意味でも、まあ、第2位なのかなって感じはしますね。まあ、いいプレイメーカーとかいなかったらね、そうこの選手使うっていう選択肢出てくるかなって感じしますね。はい、ということで第1位はこちら、ディロレンツォということで、ディロレンツォも週刊 FP でいろいろ登場しているし、CS でも登場してるんですけど、一番いいのはね、個人的にはね、俺持ってるんだけど、週刊 FP で、ね、来たディロレンツォでね、そのね、週刊 FP で来たディロレンツォも 2種類いるんだけど、1種類ね、スルーパス持ってるんですよね。それがやっぱ一番強いかなって感じはしますね。で、ぶっちゃけ CS? 他のディロレンツォ、まあ、過去何回か来てるんだけど、そのディロレンツォもレベル26で、確かね、ボールコントロールがただ今回のディロレンツォが一番高くて、みたいな。あんま変わらないんですよ、ほとんど。うん、だからね、まあ、持ってない人からすればめちゃめちゃ大当たりかなっていう。ただ、こういった見方もできて、まあ、週刊 FP のディロレンツォとか、やっぱり自分好みに育成できないから、まあ、今回は結構まんべんなく振ってるんだけど、ほんと尖らす育成とかしたい場合だったら、CS の方が当たりになってくるっていうのももちろんあるのかなって。で、今このディロレンツォが、やっぱり攻撃的サイドバックの183センチで、まあ、右サイドバックの中でもかなり強い環境でも本当に。やっぱりっていうのも整ってるんですよね。183センチ結構上背がありながら、しっかりディフェンスセンスからアグレッシブネスなども80以上超えて、でスピードも87でスタミナ90乗せられたりとか、でフィジカルコンタクトの部分77あって、ね、ジャンプも80でヘディングも77でエアバトルしっかり持ってるんで、サイドからのね、クロスとかの対応もしっかりできる。で、攻撃的サイドバックなんだけど、しっかりね、ボールコントロールかフライパスとかまでも全部70台乗ってるってことで、結構前に上がってきても、しっかりプレイできるっていうので、まあこれにね、本当にピンポイントクロスとか、つけてあげたりとか、まあそれこそ、さっき言ったけど、周回ピンについてスルーパスとか、つけてあげると、本当完成される選手になるし、まあ波もね、小さいなんで、普通に、ライブアプリか C 環境とかでももちろん連れていけるし、今の環境本当ディビーチのレッド帯でも、まあかなり使ってる人は多く見るんで、まあ、使用率的に見てもこの順位なのかなって感じはしますね。まあ大体ディロレンツォがまあガチスカに残りやすいかなみたいな、そうだね、感じはする。過去に出たやつの方が若干強かったりもするんだけど、はい、まあなんといっても無料だから、無料だから、でまあね、そこの部分ではすごいいいのかなっていうところでね、はい、まあ、おもちゃ TV の独断と偏見な見解だとこんな感じの順位という感じ で、ね、まあ、皆さんの方でもね、はい、何が当たったのかぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。この内容だったら参考だったよって方はですね、ぜひチャンネル高評価で応援してくれて嬉しいです。そしたらボー